宇都宮東安は、江戸時代の儒学者。名は、吉敵。郷は、東安の他に元津棚。また、宇都宮三金、宇都宮熊敵とも呼ばれる。諏訪国岩国で生まれる。父は、岩国領主吉川氏に総者番として仕えていた。祖父の宇都宮木の城は後に、金太橋と呼ばれる橋の建設の指揮をとっていた、不審奉行であった。東安も岩国領三代領主。 吉川博義に仕えていたが、17歳の頃、博義の命により、京都に登って、松永赤語に指示、儒学ほど、儒学派に属して学んだ。木下淳安、安藤松巳より、宇都宮殿安の三人で、赤語学派の三安と称された。明暦三年に帰京して、朱子学を広めたが、遠方三年と遠方八年の二度にわたって著作、日本古今人物誌で、 豊臣家臣、中川清秀のキリスト教関係記述部分について、幕府から指摘を受け、岩国で数年間の金庫に処された。その後、京都に登ったが、岩国領四大領主、吉川博正の招きにより帰郷した。朱子学を教える塾を開き、多くの門弟を集め、須訪吉川領での教育に従事した。また、須訪国徳山藩主、毛利元次に招かれて、 徳山でも朱子学を広めた。大正4年、聖五位を追造された。近代京岩国の観光名所である近代京。この名は創建当時に名付けられたものではなく、法永3年に東安ンンが記した極楽寺定式の記述の中に、これをデコボコというは、模様の似たるを持ってなり、また近代京という、西君の里に地下記を持ってなり、という部分があり、 これが金太教の記録における初見である。この金太教という名前は、当時、民国の前奏、独立政益が岩国に滞在していた時に、東安が教えをこい、中国の古書、聖古史に出てくる金太教という名前を、岩国の端に名付けたことがきっかけとされる。ありがとうございます。